はい、少し使ってこなれてきました。はい、皆さんおはようございます、セノンです。はい、昨日クッションカバー出来上がりまして、まあ、使い勝手がいいというか、早速我が家のソファーに鎮座しております。で、本日何をしようかなと考えていたんですが、こちらですね、ロールケーキ1本型バッグどんな命名だ。で、これ毎回ね、もう最近買い物に行くときに必ず持っていく、まあお気に入りの一品となっているんですが、まあまあ多少、まあ かなりね、毎日使い込んでいるので柔らかくなってきました。朝紐なので、ね、使ってるうちにどんどん柔らかくなっていきます。で、こちらの横ね、側面円なんですが、まあここで釣っているせいもあり、だんだんね、雫型になってきております。ここに重たいお財布入れて釣り上げるので、ちょっと雫型になってきて、で、やっぱりここパカッとね、一応気にはならないんですけれど、ここやっぱりパカッとなってくるようになったので、そろそろ、もうそろそろですよ、ここにちょっと金具つけようかな。金具というか、こうちょっとだけピッて仮止めじゃないですけど、仮止めじゃないけど、ちょっと止めておくような、そんなものをいい加減作った方がいいかなって。普段使ってる時はその留め具は使わなくてもいいんですけど、いざちょっと人混みに入るとか、まあ今はないですけどね、今はダメですよ、今は集まっちゃダメなんで人混みに入らないんですけど、まあ後々人が多いところに行く時にはここピッてちょっと止まってた方がいいので、今日はそれを作ろうかなと思っております。で、ね、探してきたのがこれですね。これシール状になってるんですけれども、こうマジックテープですね。前うちの夫にあげたスマホケースですね、スマホ入れのところで留め具として使ったんですが、実はあの糸、これね、引っかかっちゃって、夫のやつ結構ね、デロデロに生地がなってしまうんで、朝日も大丈夫かなと思ってこうつけてみたんですけど、朝日も全くマジックテープ何の引っかかりもないので、これは安心してこうマジックテープが引っかかってね、編み地を壊すようなことはないなというのが分かりました。はい、で、こちらどうやってつけようかな、どうしようかなと、よいしょ、はい、どうしようかなと思っていたんですけれど、まあ こっち蓋部分で、こっち下の方ですね、こっちは本体の方ですね、こっち本体の方なんですけど、こっちからここからですね、真ん中から、帯みたいのを出しまして、で、本体の方にはこう、なんだよ、ベルト通しみたいな、ベルト通しのようなものを、細長いものを作り、で、そこにこっちから通して、で、ぐるっと丸めてきて、で、ここ実は裏側にマジックテープがついててくっつく、まあ、もうちょっとここ本体蓋のここにくっつくようにしてもいいと思うんですけど、要するにここから帯が出てて、をこうここのベルト通しみたいなところに通して、戻ってきてここにピチッと止めるという、そういうことでいいかな。で、使わないときはこのベルトに通さないで、ここでピチッと止めておけば、こうちょっとタグみたいのが出てるなーぐらいで済むと思うので、あまり気にならないんじゃないかなという、もうこのぐらい単純な感じで考えております。で、じゃあ問題はどこにつけるかですよね。で、ちょうど真ん中ぐらいに出てほしくて、あまり太い帯じゃなくていいと思うんですよ。これがここにつく、この幅ですね、要するに。このマジックテープのこの直径ぐらいの幅なので、だいたい2目か3目ぐらいあれば十分だと思います。まず真ん中探しましょう。真ん中。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、14、12、13、14、ここですね。この2目真ん中ですと。こことここが真ん中ですと。よいしょ。
こっちもですね、こっちもちょっとこうベルト通しみたいなのがどこら辺につけばいいかな。ちょうどここ重なってるので、重なってるこの段のちょい下ぐらいにベルトがあればいいんじゃないかなと思うので、大丈夫かな、こういう適当な感じでつけてきますよ。ここら辺が真ん中だから、ここ2つが真ん中とすると、ここぐらいかな、この真ん中から 1,2,3 つぐらい離れた、1,2,3 ぐらい離れたここら辺、1,2,3,3 つぐらい離れたここら辺にベルトがあって、でここ通してここでピッと止まればいいかなぐらいですね、まあ、こんな感じでアバウトに行きましょう。でまず帯っていうかここですね、ここそんなにね太いやつじゃなくて紐でいいぐらいのレベルなので、適当なんだけどね、ここのよいしょ、ここかこの足を拾って、ちょっと待ってねもう無計画もいいとこでやってるんでね、はい、まず端っこに足を取って細編みで、ちょっと細編みを編みましょう。でこっから1,2,3,4,5,6,7,8 目編みまして、でこちら側ですね、ここを拾って引き抜き編みを C の鎖編み1つ C のちょっと細編みを編み、でこれをどうしようかな、編みくるんでいくかな、どうしようかな、ここでこの鎖編みを拾っていくか、それとも編みくるんでいくか、編みくるむよりは目を拾って編んでいった方がいいかな。ちょっと上半目と裏山拾って細編み、上半目と裏山拾って細編み、よいしょ、で上半目と裏山拾って細編みと、はい、最後の細編みのとこで引き抜き編みして終了かな。こんな感じで、まあ何て言うんでしょう、仮止め単にこことここをこうピッとくっつけばいいやぐらいなので、このぐらいでいいかな適当だな、適当すぎますが、であとはこっちは裏側に糸をキュッと通しまして、こういう感じでベルト部分ですねにしたいかなと思います。よっこいしょ、であと後ろ裏側で糸始末すれば OK と、ふいふい、じゃこれはこれでちょっと置いといて、で問題こっちですね、こっちこの真ん中から4目ですね、1,2 こっちの両端この4目かな、4目を拾っていこうかなと思います。だから、はい、真ん中から両端1個ずつ新しく糸をつけまして、で細編みをしていくと、でくるっと回して、これをちょっと欲しい長さまで何段になるかな編んでいこうと思います。大きさ見ながらですね、長さ見ながら、だから今こう来たので同じぐらいの長さあればまず戻ってきて、それさらにもう 2,3 段あればいいかなと。本日はこんなちょっと簡単ですけど、よっこいしょ、
まあ、自分で作ったバッグだからこう後でいくらでも手を加えていけるって感じですかね。本当はねこういうのなくてシンプルなのが好きなんですが、まあまあ止めておくものも必要かなと。あれかな、ちょっと重たい私の財布を入れてやってみよう。こう来てこう来て、あ、いいですね、いいんじゃないですか、こんな感じでこんな感じでいいんじゃないですか適当だなこう、うん、カモフラージュでここにね大きいリボンつけてもいいと思うんですけど、私あんまりリボンとか好きではないのでつけないとこう。全部で何段だ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 段編んでおります。でこっちの方が結構ね、まあ後で伸びてくると思うんですよ。まあ緩くなるという、で多分上にこうにグッて引っ張られるので10段ぐらいで十分なんじゃないかなと。よし、でこれで貯金しまして、であと糸始末を引っ掛けて、まあ、うまくいかなかったらねこれほどけばいいので、編み足してるだけなのでうまくいかなかったらほどきますと。で、こう着てこうつけるので、このこれねもう後ろにね粘着って感じなんですけれど、こう、まあ、ここの真ん中にくるとします。でこうくる腕人すごい粘着力、まあ、ここの真ん中のところにビシッと来て、こう止める、こう止まる。本当はね金具ってちゃんとした金属の金具とかつけようかなと思ったんですけど、ここまでね金具があんまり登場して、まあここだけね、ここだけ金属で、あとは全部麻紐なので、だったらここもない方がいいかなと思いまして、こんな形で、で使わない時は、いえいいいいこんなのいいっていう時はこの状態のまま、この状態でも全然普段使う分には構わないので、いざ止めなきゃっていう時はこれで止めると。もうちょっとこっち短くてもいいかもしれない、もうちょっとここの紐の部分が短くてもいいかな、そしたらここちょっと縫い留める、縫い留めてもいいかなとかって思います。逆にこっちから帯が出てここに引っ掛けて戻ってくるってタイプでも良かったし、まあ何とでもどうとでもなるんだとは思うんですが、まあこういう形でピッピリ止めてみました。ちょっと糸始末するか、両方とも、はい、これで綺麗に糸始末も終了いたしましたと。はい、でこれでまずね、通帳とか大事なものを入れて歩くときはこっちの方で、本日銀行の方行ってみたいと思います。はい、まあ、今日はちょっとだけ、追加で改造してみましたよっていうことで軽めで終わろうと思います。はい、また明日ね、明日こそだよよいしょ、明日こちらでございますね、いよいよ持って。で、こっち、なんとこのマスクで作った、この糸がね、結構いい感じだったので、これ使って編んでみました。で、もう一個、また違う面のコットンの糸を探し当てたので、それを使って、今もう一枚編み終わったら、いよいよこっちつなげていこうかなと考えております。よし。まあ、明日間に合えばいいんですけどね、間に合わなかったら違うことすると思われますということで、はい、それではまた明日別のことやっていこうと思います。じゃっ